屋台村2軒目はラーメン菅原さんの菅原さんの、うん、すいません。今早速作っていただいているようですね。はい、おすすめはラーメン。うちはラーメンですから、やっぱりラーメン麺でいいけどね。ラーメン一つ、はい、あとジャジャ麺とね。はい。やはりね、待ってる時間もね、ワクワクしますよね、出てくるまで。一回来て座ってみてください。じゃあちょっと待ちましょうか。はい、ちょっと待ちます。出来上がりました。はい、どうぞ。醤油ラーメンですね、いただきたいと思います。ここね、味噌ね。具はね、あのシンプル、海苔とネギとメンマとチャーシューですね。結構分厚いですね。あとナルトと醤油ラーメンいただきたいと思います。まずね、最初にスープ、ラーメンはスープですね。ミックスパズマの外がね、寒いんでね、非常に温まりますし、なかなかいいスープで出汁出てます。麺持ってみたい。うん、美味しくいただきます。チャーシューちょっと、ラーメンよりも、うん、トロッとしてて非常に美味しいです。ちゃんこ焼き鳥に続いて3品目ですけど、まだまだ全然大丈夫ですか。ちょっとね、ジャジャ麺も来ました。おあ、ジャジャ麺も、ジャジャ麺も来ましたね。ジャジャ麺ね、これは食べ方としてはやはりね、あの混ぜ込む、混ぜ込んでね、汗出てきました。ちょっと拭かせていただきます。ジャジャ麺はね、ちょっと混ぜて、あと、まあ、1回目はちょっとこれ混ぜた状態でいただいてみたいと思います。あ、味の楽しい、あれ酢、ごまじゃなくて酢だ、ジャジャ麺ごめん、はい、それで、あとは自分のね、味に合わせて作ってみたい。ちょっと酢を、酢とラー油でちょっと味を見て、ね、自分の味を作っていくのがジャジャ麺です。うん、やはりね、酢とね、ラー油を入れて、ね、最初の味とはガラッと変わりますから。これね、本当に他県の方はね、なかなかこういうのジャジャ麺を食べることないんですけれども、岩手ですとね、ニンニクがね効きますから、それで自分の方もうちょっとね、あの酢を入れて、ね、やはりこれは混ぜる、ちょっと酸味を効かせるとより美味しい。そうですね。であったかいんですよ。あったかいんだ、うん、あったかいし、このね、肉味噌でね、うどんみたいな麺なんですけどもね、非常にね、これ、うん、やはり岩手ならではのね、食文化ですから、うん、これね、本当にきゅうりと混ぜて、
ね、冷たいのかなっていうイメージなんでしょう。これあったかくてね、この味噌、味噌ね、やっぱ肉味噌だね、うん、で、きゅうりの歯ごたえを、楽しんでいって、まあね、いろんな味をね、自分で組み合わせて自分の味を作る、これがね、ジャジャンの食べ方ですから。ね、本来これ終わった後に、チータって言ってね、卵を割ってスープをもらってスープを飲み干すというのがね、ジャジャン麺なんです。じゃあ豪快に食べ飲み干してください。はい、菅原さんのラーメン3品目、醤油ジャジャ麺ときまして、ここの千代市はジャジャ麺ですけどもね、隠れた人気がある味噌ラーメン、味噌ラーメンいきたいと思います。ね、ネギとキクラゲとキャベツですね、まずね、やはりラーメンはスープですから。おー、味噌の香りがね、非常にいいです。ちょっと辛みが効いてそうに見えますけど、ですけどね、そこまで全然効くほども効いてはいないので、味噌の香りが立ってますから、非常に美味しくいただきます。あ、このスープ俺好きですね、味噌の。うん、非常に美味しいです。ね、醤油ジャジャ麺ときましたけども、ね、醤油ジャジャ麺を食べて味噌まで食べましたけど、これいけますね。もしかして個人的には味噌が一番、味噌がね、個人的にはまった。うん、はまった。スープがね、非常にいいんです。これね、はまりましたね。うん、豚こまも出てきましたしね。